ウオズミヒロトは、日本の実業家である。元日立 GE、ニュークリアエナジーの取締役会長であり、原子力設計技術者である。また、日立製作所、電力、インフラシステムグループ電力システム社原子力担当、CEO 兼、福島原子力発電所プロジェクト推進本部長を、兼務しており、日本原子力学会会員、日本機械学会会員、 電気学会会員である。1953年福岡県北九州市生まれ。少年時代は長崎で過ごしたこともある。中学生の頃から原子力技術、原子力政策に関心を持つ。1971年に東京都立富士高等学校を卒業。東京大学工学部原子力工学科で学び、東京大学野球部でも活躍する。 1974年の東京を6大学野球周期大会の1回戦で法政大学の江川優から3安打を放つ。2011年8月25日、ウ住ズ人博社長とカナダのサスカチワン州のロブノリス革新技術担当大臣は同州で共同研究開発の覚書に調印した。ウ住社長は日本経済新聞とのインタビューで 原子力に対する信頼回復が第一と述べ、原発の安全性向上に最優先で取り組む姿勢を強調した。共同開発の狙いは、の質問に対しては、日本国内では原子炉の大型化が進んできたが、世界には建設コストや、機関などの制約から原発を導入したくてもできない地域があり、小さな原子炉の需要がある。今回、サスカチワン州政府が、 小型原子炉の開発方針を打ち出したため、共同開発が実現した。新たなパートナーと開発の階段を一歩一歩、上がっていきたいと述べた。7月に、リトアニア政府から、同国北東部に新設する原発の優先交渉権を得た。福島第一原発の事故後の世界の市場動向を、どう見るの質問に対しては、一部の国では、 早々に原発から手を引くところもあるが、根強く原子力に期待を持っている国もある。福島の事故を踏まえて、我々も安全性を高めた上で、そういう国に対して対応していく。リトアニアについては、年末の正式契約に向けて交渉を続けていると述べた。2013年6月の株主総会では、株主からは原子力事業のリスクに関する質問が相次いだ。 また、2012年に、英国の原子力発電事業会社、ホライズンニュークリアパワーを買収したことの、経営リスクを問う質問に対して、原子力事業を担当する、ウオズミヒロト執行役常務は、海外での状況を説明し、AF ホライズンについて、英国政府の期待に応える形で進めていると述べた、他、リトアニア、ベトナムでも、原発事業への進出に取り組んでおり、 インドなどでも受注を獲得していきたいと語った。ありがとうございます。